校から2レッドソックス現地時間6月21日グレートアメリカンボールパーク、レッドソックスの吉田忠直外野手30が21日、日時間22日、敵地でのレッズ戦に6番指名打者で先発出場。4打数無安打で3試合ぶりのノーヒットに終わり、打率は236にダウンした。レッズの先発左腕、アボットと対戦し、無四無走者だった2回の第1打席は、夕頃。二四無走者だった4回の第2打席は、中飛に打ち取られた。1点を追う7回の第3打席は、イニング先頭で3番手左腕のモールと対戦。フルカウント後の内角ボールゾーンの速球に詰まらされ、ボテボテの2ゴロに倒れた。3点を追う9回は抑え、右腕のディアスと対戦し、1死2塁の好機で空振り三振。この日は4打数無安打1三振の打撃結果で、打率は236、オプスは638となった。レッドソックスは敵地での接戦を落とし、連勝は5でストップ。今季通算40勝36敗で貯金は4となった。